君が望むなら猪木をあげてもいい。恋のためなら悪魔に心渡しても悔やまない。その瞳僕のもの、この体君のもの、太陽が燃えるように、二人は愛を永遠に刻もう。君が望むならたとえ死の中も、恋のためなら恐れはしない。情熱の嵐よ。噂のつぶても構いはしないさ。体を張って愛する君よ、赤い木が燃えるよ。その笑顔僕のもの、このバカさ君のもの、太陽が燃えるように、二人は愛を永遠に刻もう。君が望むならたとえ死の中も、恋のためなら恐れはしない。情熱の嵐よ。はい、今回もね、情熱の嵐を歌いました。2019年の2月の19日日曜日休みなんでね、電車と特段の炎なる試合をしましたよ。多いね、コンボもね。もうライブになってると思う。どうかな、どうも。なんとかできてるかな、配信部は、ね。ちょっと今一回配信、起きちゃったからやり直しました。ね。あれ、ファイヤー、じゃあ、ね、ワイヤーキャストをね、再起動して、なんとか繋がった感じ。ね、音声は、どうかな、音声。はい、音声大丈夫ね。その感じで今ね、今日は魚鍋ね。魚鍋。しめぎと本日の素材の魚鍋。しと、これ熱感。で、今日はキャプテンスタックの塩こしめぎんどを題にして。石になると思う。はい、こんな感じで。ああ、あったかい、あったかい。ああ、缶だけね。今日はこれでキャプテンストップ塩くん名人で、これ直接この上に網乗っけてやってます。ああ、今治ってるって。私にはワイヤーシャフトをね、再起動しました。ワイヤーキャストっていうのはね、YouTube ライブをするためのソフトね。今繋がってるよね。ライブ中だから映像です。なんか、配信ファイかな、これ。よかった。映像出てると思うんだ、映像。はい、ああ、音声だ。映像で出てるよね、映像ね。うん。配信できてないのかな？回線が悪いのかな？うん、回線は大丈夫。繋がってる。うん。いいもいいかな。ありがとう。場所にもよるんだよね、場所。うん、でもなんとかつながってるね。うん。もうこんな感じで。大井の河口かな？運河の河口のところ。
何、長野の目な、わかんない、わかんない、僕の知らない人、長野よくわかんない。はい、こんな感じです。お、だいぶもう負担赤くなってきたじゃん。よかったよかった。でもまだまだもうちょっとね。じゃあこれで、強い人はね、どうしても不安って投げやすいんだよ。それもあると思う、天候ね。外でやってる場合はさ。今日もって、しめぎとさ、しめぎとポン酢の使った。あとは、ミニトマトと、ミニトマトと、豆腐と長ネギ、長ネギ切っとこうかな、長ネギ、長ネギ、長ネギ切っとこうか、少し。はい、音声大丈夫で、はい、こんな感じで。長ネギ切っとこうか、長ネギ。落ち着いて。長ネギ。長ネギ。適当に。これ鍋にちょっとできたら入れるようなね、少し火を取ったら仕上げに。今長ネギ、長ネギ。でも長ネギ切っといた。長ネギ飛んでかないように、ここから入れとこうか。長ネギ、これ鍋に入れよう。鍋にホンビノス貝とシメギの魚目貝取りできた仕上げに、バラッと適当に。でこれで、ね、ホンビノス貝とシメギ、大丈夫よ。鼻水。コップはね、見えてるから、コップはいつもね、コップ酒持ってきた。調味料。醤油。醤油まだ使ってないからね。割り箸。じゃあこんな感じで。Thank you.
大丈夫。あ、ホンビノまだしない。ホンビノス貝とホンビノス貝とこれしめじの鍋ちょっと混ぜて。あ、開いてきた開いてきた。鍋だから今日は汁が大丈夫こぼれないから。今日はこれだけか。これと。安いホンビノス。ホンビノスが結構手頃だからさ、マテガイもあったけど、マテガイ高いね。1パックで800円とかしたんだ、これマテガイはね。だからこっちにした。マテガイも焼いていいかなと思った。高かったマテガイも、これ300円ぐらいだからな。できたんじゃない？はい。開いたかな？あ、開いて開いてる。パカッとなんない。これ大きい、これしめじね、しめじでかめのがあったんだよ。一緒に見て。もうちょっとね、鍋だとね汁がこぼれないからいいかなと思って。で、ハマグリアッシュとか言ってもう売られてるね。ハマグリに似た貝ってことね。アッシュね、そんな名前ね。最近はホンビノスで、ね、ハマグリアッシュ。長ネギ入れようか。長ネギ長ネギ入れようか。長ネギ長ネギ入れて全部入れちゃう。さあ、適当に切った長ネギ入れて、揚げ付けはね、この長ネギとこれね、長ネギとあれ、クロススパイス、もう一回ちょこっと、これまたもう一人だけ切ろう。長ネギがしなっとしたと、これでいいや。もうこれさっきもちょこっと入れたんで、これでもう一人だけ、もうこれでもう一人だけ。おのちゃん重たくてね、おのちゃんね、重たいんだ、おのちゃん重たくて電車の人は大変だよ、やっぱり買ったけど、やっぱ持ち歩くか大変だよ、おのはね。おのちゃんは大変だ、重たくて。はい、どうもありがとうね。海岸がモノレール、見えかな、モノレール。はい、音声大丈夫で、これ向こう見のモノレールで、その海岸の公園です。で、これそう、キャプテンスタックの塩越し名人に網乗っけて、その上でやってます。Thank you.
でももうちょっと、まあ、完全に開かないの、まあ、こんなもんかな。ホンビノス貝ね、まあ酒蒸し、よく酒蒸しやるよね、アサリ。そんな感じだね。ホンビノス、どうだ、もうちょっと、なんで乗ったことは、乗ったことないじゃん。今日は品川駅から歩いてきたの。今日は品川駅から歩いてきました。品川駅。まあ、酒蒸しみたいなもんだよ、これ。ネギ入れて、しめじ入れて。でもこれいいじゃん、いい感じじゃん。酒蒸しみたいなもんですよ、これ。要するに、酒鍋って言ってもさ。酒蒸しやるには大きめのフライパンじゃないとできないからさ、大きいのないからさ。だから、アサリの酒蒸しならさ、100円ショップのフライパンでもいいけどさ、ホンビノスでかいから、あれだと作りたいんで、これでやってる感じで、酒で、こんな感じで。おー、いい感じ。すごいいい感じやん、これ。おー、貝も白いできたね。いいね。キノコもあって、最高じゃん。これ、しめじね。うん。キノコはもういけそうだ。長ネギ、もう食えそう。わ、うまそう。キノコのビラビラが、女の子のあそこを想像しちゃうよね。キノコじゃない、あれ。貝のね、貝のビラビラ見るとさ、女の子のね、お股を想像しちゃって、なんかいい感じで。ね、そうだよね。貝のビラビラしたの見るとさ、ね、夢が膨らんじゃうね。どうしよう、酒がまたもうやっぱな、もう一個は辛いかな、これ。はい、まあ行こうか。でもじゃあしめじの方行ってみようか。しめじ、じゃあこれしめじ、おう、うん、おい、あうめえ、どうだ、あうめえ、キノコもいい感じ。ちょっと。入れてないから対応はしてると思いますよ、うん、使ってる人も YouTube ライブ で僕使わないだけ、そういうの、そういうソフト使わないと気持ち悪いんだよ、音声の読み上げ、音声の気持ち悪いよ、聞いてるから。ホンビノス貝って言ってハマグリぐらいのでかいサイズのやつね、ホンビノス貝。あ、いい感じだ。キノコ入れすぎだったかな、やっぱりね、切っちゃいなみたいだからな。ちょっとしめじ食ったらいい感じになってきた。ホンビノス。大ぶり。うん。あ、いい、最高。酒蒸し。
辺の方、魚辺の方ちょっと下ろしちゃうね。でもいいかな、酒の方はこれね、もういい、炭火いい感じでしょ、もういい感じ、これで酒を中心に行こうか、はい、おお、いい感じ、乗せて、お、パカ、貝も取っちゃう。もう貝もったいないよね。貝本当贅沢だよね。これだけでスペース取ってんだもんな。ね、綺麗に取れた。じゃあ本日乗せいきます。うん。あ。うわ。うんうん。ああ、うまい。冷めたのから出して。どういうかね、東京でちょ男子のパーツってわかんない、そんな会があんだね、いろんな何かね、虚勢した男子のパーツ、どういう男子のパーツって何それ、一体そのよくわかんない、男子のパーツって何を言ってんだろうな、いい感じだ。行きます。おお、いいね、いいね。はい、乾杯。じゃあ、2本目も。魚鍋したからね、これ9尺しかない。今日3本分ぐらい頼む。大丈夫よ、しめじうまいね、これね、肉厚で、今日はね、今日は酒蒸しですよ、ホンビノス貝、今日はね、ホンビノス貝とね、締め切りのね、酒蒸しで、まあ、魚鍋、似たようなもんだよね、鍋に来た本気の酒を入れて、酒入れて、かけて、食べながら行く、味付けはね、クロススパイスね、じゃあ日差しはあるんだよ、今日は日差しがね、じゃ
ゃあ最後3つだけです。豆腐入れようか、豆腐を入れます。豆腐、木綿豆腐1丁入れたいと思います。木綿豆腐空いたところに木綿豆腐入れようか。今日焼きそばだから、ごめん忘れちゃった、今度するね。今日買ってこなかった豆腐。入れて、これでまた豆腐でまた湯豆腐っぽくして温まって、コンビノスの汁で豆腐、湯豆腐だね、湯豆腐にして、これでまた火にかけようか。今度こっちを火にかける。燗酒を、燗酒の方を落として、今度は燗酒、はい、こんな感じ、はい、どうも、音声大丈夫ね。豆腐も切ったから、もう今日使わないかもしれないね、なんかね、もうね。で、一つ豆腐で、今日は本ビノス街で一杯飲んでるところで、熱燗です。はい、今疲れてるね、大丈夫ね。はい、繋がってます、大丈夫、はい、やっぱ辛いかな、やっぱ1個はね、1個は辛いね、やっぱワンバーナーはね、鍋1個しか積んだら乗っかんないもんな、これな。夏場ならワンバーナーでもいいんだよね、冷たいの飲むからね。冬はね、缶酒飲む前ね、1個ワンバーナーは辛いね、やっぱね。なんでだって、夏場、あーでもいい感じだ、ホンビノスのあれ、酒蒸し塗って豆腐、
一応そろそろ持ってきてけど、今日は燃料は拾わないとな、あるかな、起きてるの。でもいっぱいあるかな。ちょっとないかな、ないね。起きてそうにないね、やっぱこの辺はね、普通の公園だからな。あ、でもあるか、そこやってみようか。ソロストーブ、ソロストーブ出そうか、ソロストーブ。ソロ音声、大丈夫。じゃあ、一応ソロストーブ持ってきてもらう、ソロストーブ。ソロの出番。起きてるうちになんとかできそうだから。松の枝があった。これでやろう。ちょこっと松の枝があったんで、これで短冊の方やろう。じゃあ今度これストロストーブ、その横でストロストーブ。はい、そろそろ。
豆腐はもういい感じだ。切れてるか。あ、音声大丈夫ね。いいか、もう沸騰しまくりだ。もう食えるね、移動。あー、足がつかない。いい感じじゃない。はい、どうもね。よし、豆腐か。豆腐もいい。じゃあ豆腐いこうか。はい、豆腐ね。微豆腐だ。もう味わうのあれ、クローゼが入ってるんで。ああ、いい感じか。うん、おう、ああ、うまいね。これいいじゃん、このパターン。長ネギまだあった。長ネギこれ切っとこうか、やっぱ。一応入れちゃおうか。棒切りにして、ヘタは切って、長ネギ全部使っちゃおうと。ぶつ切りにして、ぶつ切り、長ネギ切るのも、まあ今度長ネギ入れよう、全部入れちゃおう。残したらめんどくさいし、持ってからな。長ネギのぶつ切り。おー、いい感じ。で、松ぼっくりなかった。松の枝があったからさ、これでそろすと、こっちの方で見えてくる。はい、こんな感じ。音声大丈夫かな。はい、はい、音声大丈夫で、ね、画像は動いてるかな。もう食えるかな、豆腐は。あったかいから。あ、いい香りね、あれね。本ビノスの味と、しめじの味とクローセが混ざって、でも面倒くさい。
カラムシだからさ、魚鍋だから酒でもいいやみたいな。もうナイフ使わないな、今日はな。こんな感じで。豆腐ね、豆腐。2杯目神崎行きます。おー、いい感じ。はい、乾杯。いいじゃないか、これがいいんだよ。これ松の枝かな、これだ。そのストーブいいな、こうやってね。そのストーブだけで調理のは、ほんと木の一杯用意しとかないとね。歩きじゃないよ、歩きじゃないよ、どうも嫌いよ。正常な人間だからさ。
系の人間ほんとムカつくよ、ほんと。ほんとうさんくせえなと思うから、あいつら心情内科系なほやね。まあ蓋してちょっとこれを下ろそうか。大丈夫、よし、さ投げないよ、どいどいって。まあ炭火があるか、この上でね、今度はねあれ焼こう、ミニトマト。ミニトマトも買ってきたんで、ミニトマト焼こう。ミニトマトの炭火焼き、久々。ミニトマト。ミニトマト。パーン。ヘタごといきます。大丈夫。ミニトマトの炭火焼き。またうまいんだよ、これ、ミニトマトが。適当にここで叩いて。トマト、デルダーズ感覚でトマトの炭火焼き。こんなもんでいいかな、トマト。もうちょっとか、こんなもんで。トマトの炭火焼きです。で、感覚今日買った野菜、この買った野菜は長ネギとミニトマトです。割り箸結構起きてるのか、多分他のアウトドアでバーベキュー来た人が置いてったんだろうな。で、これで あ、うまいだろうな、あれね。トマト好きだもんな。だって普通にミニトマトをこうやって炭火で炙ったらいいよ、これ。わあ、いい感じだ。トマトの炭火焼き生だとさ、その臭みがさ、旨味に変わるんだ、火通すとね。トマトって、ね、こう今野菜全般見たけど、こうやってね、しトマトの炭火焼きです。どうかな、今のところ出してないね。じゃあ行こうか、こんぐらい。僕はヘタは取らない、もったいないから。これをいただきます。うん、あ、うん、やっぱ今度トマト嫌いになったら火通すといいんだよ、これ。生の時の生野菜独特のあれがね、甘みに変わって美味しくなるから。いや、僕は眼科です。眼科通ってる。眼科。上野のね、平日営業してあそこ。土日に仕事だからさ、メガネとか作る場合、上野のあそこの眼科に通って。通ってるって言ってもメガネ作るだから、年に1回とか2年に1回だからな。メガネ作るときだけさ、あれ、視力測ってもらって、そんな感じ。眼科だけ僕は。眼科。眼科ずっとそうだもん。実家にいる頃から。僕は一日中メガネだからさ。よく本読むときはメガネとかいるけど、僕は関係ねえからさ。メガネのない暮らしを考えられないんでね。メガネ、僕の目って特殊でね、あれ。あれよくあんちゃんメガネ屋にあるさ、機械でさ、測ってメガネ、あれ使えないんだ、僕の目って。なんかどっか異常だって。いつもどこでもそう言われる。なんか僕の目はちょっとね、ちょっと変わっていてさ、あのメガネ屋の機械じゃね、メガネ視力測れないって言われて、いつも。眼科で測ってくださいって言われてる。だから眼科行かないでしょうがないの、僕は。よくある目だよ。よく金眼とかだったらさ、メガネ屋のさ、あんちゃん、あれ。機械でさ、視力測って検鑑してメガネ作れるけど、僕の場合作れないんだ。あ、もうおろそう。わあ、いい感じだ。焼きトマトで。
今度あれ役まだあるんで買ってきたんだ。さあ最後だ。そう、米中のおなじみ粗挽きフランクです。これ焼こう、米中の粗挽きフランク、この炭火で焼こうかな。米中の粗挽きフランク1個、2個、4つ、4つ乗っけとこうか。トマト、すげえ、ほんともう完全に炭火に入ってから、すぐ。米久は安くていいんだよ、米久。米久って静岡にある会社のね、あれ、加工業者。ここ川だからね。川だからやだ、それは無理だよな。フランク。これで下ろしとこう、フランク。いい感じなんで。おお、フランク、いい感じだね。よー、食べ頃。ちょっと抜けて。なんで食べないんだ。さっき、残りのトマト。ミニトマトも。ミニトマトの前に、こっち。酒。で、これ、ちっちゃいからね、ここで。ミニトマト抜きよ。もうこれ、トロは今日は使わない。冷めたら片付ける。どうもね、はい、音声大丈夫？はい、いいから、はい。今日は全部食べれそうだ、もう買ったやつ。ミニトマト。ミニトマトちょっと汚いからちょっと拭いて、拭こうかな。ちょっと拭いて、ウェットティッシュで。ちょっと拭いて。これで全部抜けちゃう。また取れちゃったけど、取っちゃう。今度は下手だね。下手は取って。どうも。ミニトマト。もうこれで最後。今日買った食材これで全部。今日ほんと安かった。米中買ったから1000円超えちゃったな、あれ。米中買わなかったら1000円以内。じゃあ、これで今日最後。元気翔太はもっと田舎行かないと。これ23区だから、23区でアウトドアでさ、難しい。それはやっぱり23区の場合はさ、
あれ、火器が使える場所だけでもありがたがらんじゃダメよ、あれ。うん、23区だから、当時。うん、難しいですね。23区の場合はさ、アウトドアの場合、元気調達は諦めた方がいいよ、やっぱり。だから火器が使えるだけでもね、解除しないと。ああ、いいかな。うまいな。今日のさ、家畜のお肉はこれだけだ。あと全部あれだもんな、これだけ。で、本日あれ、本日のスーパー嬉しいね、俺なかなか売ってて、ここの最寄りのスーパー売ってんだよね。いいよね。おいい感じ。全部勝手に取っちゃう。ないよ、そういうの。田舎じゃないから。犠牲しているキャベツとかそんなもんないで、まあまあ、23区だったら。田舎は分かるんだけどさ、23区ってそんなのないよ。うん。あ、うまいね。焼きトマト、もうこんぐらい焼けたら食えるから、食うとトマトが水分が。焼きトマト、この辺で。これクッカーの蓋ね。ああ、いいね。どうも。今日はね、これ、大井の加工で飲んでます。じゃあ、神崎もいいかにしようかな。神崎行こう。神崎行きます。ああ、行くよ。ちょうどいい感じ。で、最後の行こう。最後の神崎行く。最後、これでもう最後です。今日はそこの近くの最寄りのスーパーで給食の鬼殺し買って、魚鍋と一緒で、だから今日はそんなのじゃない。これでおしまい。開いた。乱してませんよ。うん、はい、乾杯。あ、そう、長ネギ、この人は長ネギ行ってみようか。長ネギ見たやつ。長ネギもいい感じでしょう。おぉ。ホンビノスのあれ、汁で来たやつだ。長ネギ。おぉ、いい感じ。いい感じのぐにゅぐにゅ具合。
予算の関係。僕はね、誰だっけ、僕はね、あの人派、あの人メルちゃん派です。メルちゃん YouTuber、 メルちゃん、あの人好き。僕あの人メルちゃん、あれ好き。もうメルちゃん派です。メルちゃん、メルちゃん派。お茶割りばっか飲んでる、あれ男の子いるよね、あれ。お茶割りの人分かった。僕は YouTuber 好きな人よく見る。あの人ほんと大体日曜乗るか月曜も週明け出るもんね。あの毎週のようにキャンプ行ってる人、メルちゃん。あれほんと欠かせない、あの人の動画。あとよくメルちゃん派、メルティっていう ID の人、あれ好き。僕はね、二重メルティ知って、あの人なかなかいいよ。顔出しはしないけど、もうね、自分で喋ってる人、リアルで声を出す人、うん、自分で、うん、スマホ撮影で、スマホ撮影で、あの人よく見る、面白い。あれ、あの人は埼玉首都圏に住んでるみたいでさ、参考になるみたいな。あとアウトドアだと星野さん、星野義雄さんか。多分ね、漫画家みたいな仕事やってると思うんだけど、よくわかんないけど、そういう人、星野義雄さん。よくこの首都圏の多摩川の河原とかでさ、やえやしながらね、釣りやったりさ、ギター弾いてる人。あれはよく見る、星野義雄。あの人も面白い、あれ。大食いは金かかる、僕できない、大食いは。大食い。元がかかるからね。元がかかるから。大食いやるんだったら僕キャンプしたい。アウトドアしたいです、僕は。また、大食いをやる余裕があるんだったら、休みのたびにキャンプに行きたいです。行ってるか、行ってください。もう、なかなか最高だ、これ。ホンビノスでさ、昼だからさ、最高これ。最高。うん、こっちを食わないと。最後の焼いたやつ、最後。荒川区民なんで、僕荒川区民。地元だから23区、僕の地元。もう20年以上住んでますんで、23区に。そうやって。僕の両親はね、2人ともね、東京大空襲経験者なんで。うん。墨田区でさ、そうだよ。それだけだから、そう。もう昨日今日ね、23区来た人間じゃないから、僕の両親はね、ずっとからいるから。僕の両親は東京大空襲に会ってますんでね、この場所で、23区で。空襲に会って、生き延びて疎開してたんでね。だから僕出身は千葉だけど。そうよ、戦争、そう、戦争があったからね、戦争。空襲に会ったんで、僕の両親は、あれ、地方、ちょっと郊外行って疎開したんだけどね。それまでずっとこっちだったんだ、あれ。東京大空襲ね。だから僕のおじいさんいるのよ、ほんと。僕の父親のお父さんだよね。あの人はもう東京大空襲死んでるから。命日が3月10日なわけ。3月10日。うちは松崎家ってさ、誰だ、あれ。あれ、浅草の近くで商売やってたからさ、ちょうどもろに空襲にあって死んじゃったわけ、僕のおじいさんは。ね、もろに、ね、浅草なんかもろだもんならね、空襲ね。もろに3月と死んじゃったわけだ、ね。
な、僕のおじいさんの命日は忘れることないよ。終戦記念じゃなくて、あれ、大空襲の3月10日ね、あれ、到着。あれが、あの日が僕のおじいさんの命日。みんなそうだね、戦争中はいろいろあるもんな。で、戦争中は庶民が一番大変なんだよね。はぁ、うまい。これトマト最後。あと長ネギがある。お墓はもうこっちにある、こっち千葉市の方でもう父親がもう移しちゃったからもうこっちにしたんで松崎の本家はね、こっちのあるんだろうけどさ、もう分家してるからさ、こっちの方、千葉県の方にあります。分家だから、うちはあの戦争のせいでさ、千葉市から、国道沿いが、国道51号線のレーンから、都内にはないや、母が。だから、あっても本家の方だから分かんない、こっちは。もう松崎からもう本家とはもう縁がないから、もう父親の代議でもう本家とはもう関係ないからな、分かんない。本家は葉山の方にあるみたいね。別の本家、葉山、神奈川の葉山の方に。でも話聞くだけでも何の関係もないから分かんない。まだまだ全部焼いちゃおうか、あれ。まだあったんだ、あれ。まだ。残りのやつ。一人だ。ヨネキュー多いから、ヨネキュー、これで全部だ、ヨネキュー。残りのヨネキュー焼いておしのびしようか。これも、おろしちゃっていいか。酒はもう温まってっから。酒おろして、最後はこれ、ヨネキューのフランクフルート。下ろして最後これ米中のフランクフルート残り全部ぶっと切った。この方とこれで最後米中、これが今日の最後です、ね、最後はバーベキューらしいでしょバーベキューらしく米中のフランクフルートでおしまい。どうもありがとう。いいでしょ、この景色。海辺で楽しむバーベキュー。海じゃないよ、これ。運か。川ですね、川。うん。
多いだから海ではない、海っぽいけどね、加工機械からさ、一応川です、ここは。まっすぐ焼ける、これもう熱々だから、もう負担する最高。おお、いい感じ、いい感じでしょ。なんかね、じゃあこの辺でもいいかな。米久のフランクフルト炭火焼きいきます。いいでしょ、いい感じ、いいね、この辺よくやった。ここで考えて、これでいこうか。おー、いい感じでしょ、これ。今すげえいい感じ。おろそう、やばいやばい、全部おろそう、十分温まってるから、これもう炭火おしまい。今日はうわぁ、おぉ、すごい、ほんといい感じ。もう焼くのはもうたまりません、もう焼くものはもうない。はい、ビールはもう日本酒割ります。ビールだね、まだお子様だよ、酒だったら日本酒だよ。日本酒、ビールなんか喉越しだけだもんな。20代のうちだよ、やっぱり喉越しだけ。ビールなんか飲んでくうちに日本酒のさ、グイッとくるあの度数が美味しく感じる。そうよ、飲んだ時のさ、日本酒の度数をね、美味しく感じるようにならないとね。ビールは度数弱いからさ、まだね、飲み始めの若い頃はビールね。ああ、いい感じだ。大丈夫よ、冷たくないよ、冷たくない、大丈夫。うん、ちょうどいいよ、ちょうどいいよ。アル中じゃないのよ。 X スプリットちょっと重たいんであれば少し、うん、もっといいスペックじゃないと難しい。あれはX スプリットはね、もうちょっと高スペックじゃないと。そんなんでね、普通にワイヤーチャストでコップ酒とウインナー炭火焼き、最高じゃん。これ炭火焼きウインナー、
これ米中のフランクフルトね。最高最高。秋山さんどうも。今日はね、米久のフランクフルトをね、炭火焼きでいい感じでしょ。こうやってあ、いいね。この湯気で、コップだけ。起きちゃった？起きてる？春中じゃないよ、僕は。ビール高いから。ご飯もいいけどさ。ね、うん、ワイヤーキャストならいいよ。ワイヤーキャストだったらね、セレロンクラスの CPU でもできる。本当映像的にはね、いい映像で配信したんだったらね、X スピリットっていうのはいいけどね、でも CPU がね、セレロンクラスの人はね、ちょっと辛いかもしれない。今度やろうね。そういうね、CPU の問題。でもセレロンクラスのね、CPU でもね、ワイヤーチャンスだったらできます。本当は X スプリットって今、あれは本当映像綺麗なんだよ。あれは本当スペックが問題ね。あれね。CPU がちょっと最新の、ね、Core i5 とか Core i7 とかやんない。Core シリーズのね、やんないとね。じゃあ最後フランクフルト最後、今日はね、これあれ、キャプテンスタッフ証拠指名議員で同じにこれでやって小川備長炭でやってます。はい、どうもね。あ、うまいね。これ大井の対岸から後ろね、大井です。大井モノレールとか競馬場のスタンド見えたら、そんな場所、対岸が。で、コップ酒。今日は倦怠期ないな。今日はホンビノス貝、大きめのを3つ食ったんだ。ホンビノス。ホンビノス貝の鍋ね、3つね。3つでホンビノスの魚鍋やった後、その汁で長ネギ。じゃあ長ネギ行こうか。長ネギ。
これ絶対うまい。これ揚げ付けはクロテスパースで、ホンビノス貝としめじの魚べの汁で煮た長ネギ。じゃあ最後、最後の缶だけいきまーす。今日最後、これが最後。今日これほんの最後。はい、乾杯。缶だけかっちゃん。今日買ったら全部。1日50万円だったらね、僕49万円をね、貯め込んで1万で好きにする。もうそんな感じで、それだけあるじゃない。それはそれだけ食ってるからよ。品川シーサイドっていう品川、そんな感じ。そう、対岸大江競馬場です。どうも。使い、まあ、でも、預金に回せば使ったことになると思うんだ、あれ。うん。そう、公的な預金に回せば。僕絶対そうするよ、あれ。50万だったら40万円は、郵便貯金で使い、置いと、預けます。1万円あれば十分、僕は。すごくないです。50万あったら50万使う方がせこいだろ、あれ。いつやつ行ったらどうすんだよ。僕はそういう人間。使えないや、でも。普段だったらさ、5000円でも全然できんやん。5000円あれば。そう思わない？そう、50万円なんか使えないでしょ、普段だったら。どう、普通に考えて。50万円もさ、無理でしょ、使え、そう。1万円あったらさ、スーパーで山ほど買っても数千円で終わるよ、あれ。もう、ね、値が底辺だから使い切れない、50万って言って。バレンタインもらった僕、職場の女の子からもらったよ。可愛い子からもらったよ。ペイオフ大丈夫、分散費にしてっから大丈夫よ。郵便貯金と銀行とで分けてっから大丈夫。でも日本がペイオフまずなったらさ、相当やばいと思うよ、あれ。日本はもうなんなんて、日本の銀行でペイオフを気にしなきゃいけなくなるような時だったらさ、もっと他が大変だと思うんだ。そうなんだ。僕は行かないよ。ソープランド行かないよ、僕は。YouTube でね、あやこちゃんの動画見て、寝るから。ソープ、そんな大好きというほど行ってないから、僕行ったことないから分かんないや。知りますよ、大丈夫よ、もうそんなかじゃん、女の子のおまたにね、拳ぐりぐり、おまた、拳ぐりぐり、僕の妄想ですよ、おまたにも拳ぐりぐり。ぐりぐり、使い切れない。僕大金入って、まずは僕絶対どんなお金もね、まずはね入金するから、僕は手元に置いとかない。これが基本だよ、あれ。まずある程度1000円でも2000円でもね、余裕なお金あったらね、まず入金しないと。まず入金よ。5000円ぐらい早いんだったら別に使っちゃう、そうは思わない。ちょっとでもあったらね、まず入金。この考え、これが大事よ。これ大事。
入金しとけばさ、入金した先の金融機関がさ、お金はさ、自分たちでさ、いいように使わるんだから、それでいいんですよ。それでさ、金融機関の人が、我々庶民がさ、入金したお金をさ、運用してさ、世の中回ってんだもん。まず入金しないと。うん。安くてもいいんです。まあ、使うよりかはいいんだよ。使うよりかはいいんです。そうよ。そう、いいお客さんでいいんです、僕。いいお客さん。うん、いいお客さんよ。僕、そんな庶民でいいんです、僕は。僕はそういう育ちだった。うん。いいよ、それで。いいと思う。それでいいんですよ。金融機関のいいお客さんで。金融機関のいいお客さん。その考えが大事。今の日本からのその考えが根底にあるからだと僕は思う。株式投資僕はしない。そんな投資するほど余裕もないからさ。投資するほど余裕、もともと資本家の家に生まれたような、ある人はすればいいんだ。僕はそんなんじゃないからさ。それでいいんだよ。それで今の世の中そういうもんだから。そういうもんなんで。素直に貯金しとくから僕は。ね、大丈夫よ。貧乏人って言ってもね、ちゃんと僕はね、ちゃんとその金融機関が少なくてもさ、毎月貯金してるんで。そう、いろんな人がいていいんですよ。いろんな人がいて。みんなに間違わない。いろんな人がいていいんですよ。うん、だから世の中って回ってるんですよ。こんな人だと集まんないからさ。人はそれぞれお互い様、いろんな人がいるからいいんです。ね、お互い様ってこと。同じようだよ、つまんないもんね、うん、みんなそう、それでいいんですよ。人はそれぞれお互い様ね、いいこともして悪いこともしてるんです。いいことしかしない人間はいませんからね。いいことしかしない、そんな人間いませんからね。うん、どんなにそれなりに公にできない悪いをしてますんで、それが人間。そんな意味で、ああ、長ネギの汁もいい感じだ。これ最後、今日は、本当、もう。これ汁すげえうまいと思うよ、これ煮込んで、これ。すげえうまい、この汁。長ネギ。うん、おう。じゃあこれ炭火いい感じ、すげえ炭火いい感じだ。炭火が、炭火すげえいい感じでしょ。炭火バッチリ。もうでも焼くもんなんもないからさ、焼くもんなんもないんで、あいたこれや燃やしちゃおうか。クイパック何も燃やすもんないからそのうち火がぼわっていくと思います。まさに炎なる幸せおお、来た来た、炎が。ないだって、だってもう9時ぐらいからやってんだから、もう1時3、4時からやってるからさ、早くはないです。10時前からやってんだよ。まだ終わんないから、まだ飲んでるからさ、大丈夫よ。もう全員だ、全員。でも
真っ当な善人っていないから、本当。どんな人もいいこともするし、悪いこともする。それを忘れないように。それを受け入れられない人がね、バカみたいに心療内科に通うんだと思うか思うよ。どんな人間もね、真っ当な人はいませんから、ね。いいことしてる人はそれなりに悪いことしてるんだよ。それが生きるってこと。やっぱお酒のパックよく燃えるね。すごい燃えがいい。長いよ、すげえうめえ。トロトロで。もうよく盛るでしょ。あとこれ、40パックと同じだからね、これね。だいたいお酒のパックだって。だからよく燃えるんだよ。これまさに炎なる幸せ。いいでしょ。炎なる幸せやってます。たま、あれ、トマトのパックも入れちゃえ。ああ、よく燃える。これ、フランクフルトのパックも入れちゃえ。よく燃える。豆腐パックも入れちゃえ。これ豆腐、ね、木綿豆腐。タバコが落ちてた。これはね、しめじのやつ。これも入れちゃえ。割り箸。これは白ハマグリ、ホンビノ。燃やせるもん、何でも燃やすの。でも、これはまさに炎なる幸せ。炎なる幸せです。でも、直火じゃないから、これ。直火じゃないんで、炎を見ながら、コップ酒。ああ、はまあ、これ、貝はね、燃えないから、これは持って帰ろう。で、吸わないよ、僕は。禁煙吸ったことない。直火じゃないからさ。しめえ、これ、ネギの木だ。出汁食っちゃうから、これ絶対うめえ、これ。ああ、うめえ、この汁、うめえよ、最高。最高。炎っていいね。炎なる幸せ、よく言ったもんだ。
これ運河だ、これ運河だ、運河ね。うちはうどん買わなかったから。ああ、いい感じだ。どうもね。これ海のようにめっか、これはね、東京湾の大井、品川駅の海っぷりの大井の運河の河口だからね。河口なんでね、海っぽく見えるけどね、これ。運河だからね。運河の河口。対岸がね、大井競馬場があって戻れる、そんな場所です。はい、おいしくいただきました。うまかった。おしまい。やっぱ今日うまくいったね、これね。このチャプタースタッフの塩越明治。もうすげえいい感じ。あと最後残り1個あった。長ネギのヘタのとこね。入れて。全部回ってんだよ、全部。はい、乾杯。じゃあ、これ、超最後。おー、よく燃えた。はい、乾杯。人はそれぞれお互い様、いいこともするし悪いこともするんです。人間はいいことしかしない人間もいませんから。で、悪いことしかしない人間もいないんだよ。人間はみんなそうよ。人間はいいこともするし悪いこともする、それが生きるってことね。真っ当な善の人もいないし真っ当な悪の人もいません。みんな人はそれぞれお互い様ね。人はいいこともするし悪いこともするんです。だいぶ数減った。またこれ議会かな、残ったやつはね。これキャプテンスタッフのいいところは残ったらさ、これまたスボン入れたらまた議会使えるからさ、これいいんだよね。おお、いい感じだ。はい、どうこんな感じ。
悪いことがそんな言えないよ、いっぱいしてるから。はい、どうもありがとう。今日はこれでおしまい。今日はでもやっぱ早く来たからね、今日はね。でももう飲み食いするももうないから、これ飲んで今日おしまい。美味しくいただきました。じゃあこれでおしまいです。じゃあ最後は揚げ増しも、もやしちゃんももう食うもないんでね、揚げ増しもいきます。全部これ貝だけだ。これ貝からもうこれ燃えないからね、これは持って帰る。チャンドゥのナイフ、これちょうどいいね、チャンドゥ。あ、うまかった。今日はこれで片付けて帰ろうかな。これ仕方さん、ありがとうね。今日はこれでおしまい。じゃあ今夜も夜の7時ぐらいね。そうです、そんな感じです。まあ電車の中でやってるかもしれないけどさ、帰りの電車の中。あー、気持ちいいね、ポカポカ陽気です。これ次回、これ大ガビン長短、こんな感じで超最後大ガビン長短。まだ主流だからね、これから来る人見てもおかしくないね。これからやっても 3、4時間明るいもんな、ね。まだ知るぐらいだから、今来て来る人もいるみたいね。これからやっても3時間ぐらいまで来るもんね。家で洗うからさ、軽く拭いて。ただクッカーはこれだけ持ってく、いつもシャンプーもしないのでこんな感じで、だいたいいつものクッカーはこんな感じです。
今日はこれ塩こし消し粒はこのまま水かけないでもいいんだよ。今日はこのまんまさ消し粒入れればいいから。今日はこれがいいんだ。チャプタスタックの場合はさ、コップとトッキこうやってねタオルに巻いて袋に入れて持って帰ってます。はい、こんな感じ。はい、どうも、今日はこんな感じで、はい、音声大丈夫。ちょっとトイレ入ろうかな。今こんな感じです。片付け中。ちょっとトイレ行ってくるな。トイレしょんべんしてくる。
2人とも帰ってきたよ。はい、どうも、今帰ってきたよ。はい、どうも、今繋がってんね。どうに、いい感じ。はい、どうも。あ、今どう？今どうかな？じゃあこれで終わろうかな、今日はね。今これで終わる。さあ、最後の焚き火です。いうのも、最後の焚き火。また明日、来週。じゃあ、これ頭片付けやりましょうか、今日。頭上げながら。これは勝負場とか入ってるやつだよね。いや、予備にこれ文化炊きって持ってきたけど使わなかった。まだ見た。フライパンを持ってきた。フライパンは使わなかった、今日はね。クッカーだけだったね。このまな板いいな、100円のやつね。これ結構使える。まな板これ100円で十分使えるよ。これキャンドルなんか100円で十分使える。燃料になるとね、これメインでもいいかもしれない。燃料ほんと豊富な時ね。これはね、ダウンロップのミニテーブル。僕はいつもこれを2つほど立ててやってます。電車の徒歩だからさ、このミニテーブルが一番便利なんだ。コンパクトで、コンパクトこのミニテーブルはこれはね、VX テープのサイズまでなるからね、これね。これを2つ、いつも持ってきてやってます。
まだこれ次回使いましょう。セルロスと燃料を持ってくるときはこれがメインでやるからね。藤子さんのコンパクトストーブはこれがおすすめよ。ソロストーブ、そっか、夏場なんかこれがいいかもしれないな。だいぶ片付け、じゃあ炭の方片付けようか。はい、どうも。じゃあ炭の方片付けます。炭の方片付けよう。これ火起こしメディアこれでいいからいいね。水かけなくてもいいからさ、ね、こうやってこのまんまこれに入れちゃえばちょっと使うけど、こうやってこうやってこれで消えるからね。これがいいんだ。これこれで完了。これまた機械で、これもこれ上からこうやってこれで買えるの。これで持ってく、ぶら下げで買えればいいわけ。これがいいんだから、塩越し名人はね。あら、タオルなかった？あった、これがタオル。これは村下の方だ。あー、いい感じ。じゃあ、今日はこの辺で。じゃあ、どう？今日はこの辺で終わるね。もう今日はおしまい。
もう帰るよ。まあ今日はもうまた、今夜も夜し、夜、今夜の配信はね、夜の7時ぐらいからやるからね。ありがとうね。夜の7時ぐらいからやるよ。ありがとうね。終わろうか。ではまたね。終わるね。終わりまーす。ではまた。いや、外の景色見ながら、綺麗なこの大井の運河の河口の景色を見ながら終わろうかな。結構本当大井のこの景色いいよね。じゃあこの辺で片付けます。ではまたね、終わります。ではまた。